からも歩いてければいいと思うんだ。君が思うこと、それは同時に僕が思うこと、そんな奇跡は必要ないよ。ただであげるって言われても、パパとママが心だけは隠して産んでくれたのには、それなりの理由があった。だから二人は忘れないように確かめ合って、途切れそうな夜を繋いだんだ。溢れないように分け合って、だからそう、何を与えるでもなく、無理に寄り添うわけでもなく、つまりは探しに行こう、二人の最大公約数を。声にならぬ思いは無理に言葉にするでもなく、いつか僕もわかる時まで。別れよって言われる2秒手前、涙はかろうじてまつげのため、本日100回目のごめんね。呆れて君は笑ったね。別れる理由3つあるなら、持たれない理由100探すから。カランコロンカランコロン、きっと取れそうなポケ覗いたんだ。消えそうな思い詰め込んだんだ。崩れそうな君が8なら